はい、みなさん、こんにちは。
皆さん楽しんでいただけましたか。どうもありがとうございました。天童清隆でした。また会いましょう。皆さんありがとうございました。私いろんな小学校とかあと幼稚園とかですね中学校とかそういうところに行って講演をしてでそこで子どもたちと一緒に歌うということを、やってるんですけれどもそこでその子どもたちに私手話をねちょっと勉強してるので手話を教えてこの曲を一緒に歌いながら手話をするっていうことをやってたんですね。ありがとうございます。なので今日もしよかったら簡単に皆さんにこの曲の、サビの部分一番こうコーラスの部分の手話をちょっと お教えしますので一緒にやってみませんか、ね、よかったらぜひ、はい、この、こちらですねこのひまわりを咲かせよう、ひまわりを咲かせよあの王様に向かってここのパートの、手話がですねまずひまわりをそうですこのひまわりをここで咲かせてくださいこれがひまわりですで咲かせよあ、いいですね皆さんあの日様に向かってそうですお日様に向かってひまわりを咲かせていきますそうです右手ですねはい逆になりますね私ねそうです右手でその後今日も元気に咲かせよあなたと私でそうですそうです、うん、ここは今日これ今日っていう手話なんですよ今日で元気これは何か分かりますよね今日も元気に咲かせようそうですはいであなたと私でですねそうですそうです、うん、じゃあそこまでもう一回最初からやってみますねいきますよひまわりを咲かせようあの日様に向かって今日も元気に咲かせよあなたと私で素晴らしい皆さん素晴らしいもうできてますねはいその後もう一回ひまわりを今度は咲かせよで上に持ってきますでこのひまわりをあの青空に向かってそうです今度は青空青空に向かってですねはいそしたら、次はですね、笑顔これが笑顔です笑顔の花を咲かせよそうです笑顔の花というのはあなたのことなんですね笑顔の花あなたの笑顔をもっと咲かせて広げていこうということですねうん笑顔の花を咲かせよそしたらひまわりをあなたと咲かせよでまた最後ひまわり咲かす素晴らしい皆さんとってもいいですすごくいい感じですじゃあひまわりを咲かせよあの青空に向かっているところですねせーのひまわりを咲かせよあの青空に向かって笑顔の花を咲かせよひまわりをあなたと咲かせよいいですね皆さんとってもいい感じです、うん、じゃあ最初からいってみますね一番最初せーのひまわりを咲かせよあの日様に向かって今日も元気に咲かせよあなたと私でひまわりを咲かせよあの青空に向かって
咲かせよう。わー素晴らしい皆さん。できてますね。できてますね。じゃあもう一回やったら私歌いながらやってみていいですか。はい。じゃあいきますよ。ワン、ツー、スリー。ひまわりを咲かせよう。あの日様に向かって今日も元気に咲かせよう。あなたと私でひまわりを咲かせよう。あの青空に向かって笑顔の花を咲かせよう。ひまわりをあなたと咲かせよう。ではですね、サビのところだったら私も皆さんと一緒にやりますので、あなたと咲かせよう。
せよ。もう一回いきますよ。ひまわりを咲かせよ、あのあなたと私で、ひまわりを咲かせよ、あの青空に向かって笑顔の花を咲かせよ、ひまわりをあなたと咲かせよ。ひまわりの花が咲いてるみたいに見えました。ここから皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来ます。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。また来ますね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しみました。ありがとうございます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 。ありがとうございました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 。